こんにちは、いたチャンネルです。今回は古城をご案内します。古城は仙台市若林区旧仙台城下の東部にあります。古城は青葉城とは別に築かれた若林城の城跡があるところです。仙台駅までは約 4.5km あり、車で15分ほどかかります。今回のルートは仙台市道河原町古城町線を東に向かい、若林城跡の宮城刑務所、東北少年院、仙台少年鑑別所などをめぐって宮城の萩大通りを北上します。このチャンネルでは仙台を中心に地域の街並みをご紹介し、これからの街づくりを考えていきます。古城からは地下鉄南北線河原町駅まで歩いて15分ほどで行けます。古城からは仙台市営バスの薬師堂駅、交通局東北大学病院前行きがあります。薬師堂駅行きは平日の日中、毎時2便から3便が運行されています。午前7時台は4便に増便されています。古城三丁目から薬師堂駅までは約15分かかります。仙台駅前経由交通局東北大学病院前行きは平日5便が運行されています。写真は若林城から移築されたと伝えられている松恩寺の三門です。若林城は若林区の区名にもなっています。伊達政宗公は寛永年間の1628年に幕府には屋敷として建造の許可を得て若林城を築きました。政宗公自らが工事の細部まで指揮したと言われています。屋敷としたのは幕府の一国一城令があったためです。若林城は東西に長い長方形で、四方に防衛のための張り出しを備えた近世城郭です。堀跡を含む規模は東西420メートル、南北350メートルあり、土塁の内側は東西250メートル、南北200メートルと広大です。これは青葉城本丸や二の丸の規模に匹敵します。城の周囲を高さ5メートル前後の土塁を巡らせていました。土塁の外側には幅25メートル程度の堀が見られ、現在は城の東と南側にその姿を残すだけです。出入り口は南側を除く3箇所にありました。西からの入り口は鍵型に折れる高さ約2メートルの内枡形土塁があり、大手門があったとされています。一帯は湿地や深田が多く難工事でした。城は政宗公が晩年を過ごすための隠居所と言われてきましたが、研究の結果現在は実際に祭りごとを行った場所と考えられています。城の完成に合わせ城下町として奥州街道沿いに原町から河原町までの町割りがなされました。河原町からまっすぐ東に向かい、青葉城に至る道も通りました。政宗公はこの城で8年間を過ごした後、1636年に江戸で亡くなりました。その3年後には建物が解体され、多くは青葉城二の丸に移され、堀だけが残されました。城跡には若林薬園が置かれ、人参などの薬草が栽培されていました。河原町から荒神塚踏切を通って東へ向かうと、正面に宮城刑務所が見えてきます。荒神塚踏切は JR 東北本線の踏切で、その上に東北新幹線の高架があり、少し行ったところに宮城の貨物船の高架も通っています。この道が若林城の西の入り口に向かうかつての大手筋です。右側にセブンイレブン仙台古城一丁目店があります。このセブンイレブンは2021年11月にオープンしたコンビニエンスストアです。この先の左側には古城コミュニティセンターがあります。右側にはイオンエクスプレス仙台古城店があります。イオンエクスプレス仙台古城店は2016年12月に開店したミニスーパーです。右側に入ったところに古城小学校があります。古城小学校は1978年4月に南材木町小学校、南小泉小学校、若林小学校より分離して開校しました。2023年5月1日現在、16学級、
346人の児童が在籍しています。左側にローソン仙台古次郎1丁目店があります。右側には宮城刑務所仙台拘置支所があります。拘置所は犯罪を犯したとされる刑事被告人が裁判で刑が確定するまで入所する施設です。正面が若林城の城跡にある宮城刑務所です。この先に若林城の大手門があったと考えられます。道路は若林城北西の張り出し部分を迂回します。古城には刑務所、少年院などの職員の宿舎が立ち並んでいます。宮城刑務所は明治期の1879年に宮城州置館として建築されました。青葉城二の丸などと同様に、明治政府が戊辰戦争に敗れた伊達藩の要所を接収し、政府の建物を建築したものです。大正期の1922年に監獄法が変わり、現在の宮城刑務所という名前になりました。宮城刑務所における2022年の1日平均収容人員は525人です。また、仙台拘置支所の2022年の1日平均収容人員は130人です。右側に若林城跡の石碑があります。石碑の向こう側には刑務所作業製品展示場があります。この展示場では全国の刑務所で製造されたキャピックブランドの小物、革靴から家具などまで販売されています。宮城刑務所は長期受刑者がいるので、年季の入った手の込んだ製品も製造できるようです。左側にローソン仙台南小泉4丁目店があります。若林城は宮城刑務所の高い塀が築かれ、また周囲には小学校や宿舎が立ち並び、中を伺うことはもちろん塀の近くまで近づくことも困難です。しかし叩き固めた土塁や周りの堀が王子を忍ばせてくれます。周りを歩けばかつての城の規模が実感できます。この付近からは若林城の東の入り口、土塁、堀の跡を見ることができます。この先の左側に東北少年院があります。東北少年院は家庭裁判所で少年院の決定を受けた男子少年が入所する施設です。1984年に古城に新築移転しました。再非行防止の強制教育とともに、総合建設課、自動車整備課、 ICT 技術課などの職業指導が行われています。2022年の東北少年院の新収容者は25人です。正面に仙台矯正管区があります。仙台矯正管区は東北地方の刑務所、少年院などの指導監督等の業務を行う機関です。刑務所、少年院などの職員に対する研修、訓練を行う施設が並んでいます。この先の交差点を左に入ったところに青葉女子学園があります。青葉女子学園は主に東北地方の家庭裁判所で少年院の決定を受けた女子少年が入所する施設です。1983年に古城に移転しました。園内では少年の健全育成と再非行防止を目指して矯正教育が行われます。青葉女子学園では毎年少年たちが作った創作オペレッタを上演して情操教育に役立てています。2022年の青葉女子学園の新収容者は8人です。仙台矯正管区の先に南小泉交通公園があります。南小泉交通公園は面積約2万1000平方メートルの交通知識を学ぶための公園です。小学生以下の児童幼児がゴーカートや自転車を借りて練習することができます。実際の道路と同じように信号機や横断歩道があり、遊びながら交通知識やルールを学ぶことができます。2023年4月1日現在、古城1丁目から3丁目には1739世帯3423人が居住しています。このうち65歳以上の高齢者は715人であり、高齢化率は 20.9% になります。この高齢化率は
仙台市内では少し低い割合になります。これは古城には刑務所や少年院などの職員宿舎が多く、若い世代の住民が多いことによると考えられます。左側に仙台少年鑑別所があります。少年鑑別所は家庭裁判所から措置された少年について審判までの間に心身鑑別・監護処遇を行う施設です。また地域社会における非行や犯罪の防止に関する援助を行っています。仙台少年鑑別所は2010年度に新築されました。2022年の仙台少年鑑別所の新収容人員は46人です。今回は古城を見てきました。古城は仙台藩では青葉城に次ぐ若林城があったところです。若林城跡には明治期から宮城刑務所が建てられています。その後周りには少年院、少年鑑別所、職員の宿舎などが立ち並ぶようになっています。少子高齢化は共生の世界にも大きな影響をもたらしています。刑務所では高齢者の割合が増えています。高齢の受刑者は認知症が始まっている人もいて、社会復帰に大きな困難があります。少年院や少年鑑別所の入所者は減っています。非行少年の人口比も急激に減っています。非行少年が減るのはもちろん好ましいことです。ただ少年たちの非行に向かっていたエネルギーがなくなってしまったのか、別の方向に向かっているのか心配されます。それでは古城のご案内を終わります。ご視聴ありがとうございました。